はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ハイボールですね。竹鶴の、ハイボール。マッサンとリタの物語という、まあ、ね、感じのやつですね。これは、期間限定です。水割りウイスキー、かっこ発泡性。俺、こういうのはもう買わないからね。しかも水割りか。まあ、水割りっていうか炭酸割りなんだけど、一応水割りって書いてあるね。アルコール度数 7%。日華ウイスキーの竹鶴ハイボールということで。これ以前俺飲んだことあった気がするけど。まあいいや。こちらが期間限定で2014年の12月から2015年の3月までとなってます。原材料がモルトのみ。ピュアモルトだからかな。竹鶴の、多分、竹鶴のピュアモルト使ってるんじゃないかな、これな。日華ウイスキー、創業者の竹鶴正隆のなんかいろいろ書いてありますけどね。マッサンとリタの物語。日華ウイスキー創業者竹鶴正隆を妻リタがマッサンと呼んでました。スコットランド留学中の竹鶴正隆が出会った運命の女性リタ。正隆のウイスキー作りへの情熱を支え続けたかけがえのない女性です。慣れない日本の生活に苦労しながらも、正隆の妻として、最大の理解者として生涯彼を支え続けました。正隆とリタの夢は今も日華ウイスキーに息づいています。まあ、これ結局竹鶴のね、日華ウイスキーが80周年だから、多分限定で販売されたんでしょうけど、今のね、あれだとね、すごいね、NHK のね、あれにね、マッサンっていう、ね、あれがありますけど、あれの影響なのかと、もう考えられますけど、まあ、実際のとこどうなのか調べて。知らないですが。まあ、あれが好調なんで、マッサンっていうNHK のドラマがね、非常に好評で、それによって日華ウイスキーが非常に儲かってるという、話はね、結構聞いてます。なんかね、前も言ったかもしれないけど、ハイニッカがね、すごいね、どこでも売られるようになったっていう感じっす。それじゃあ、飲んでいきたいと思います。乾杯。あ、うまいわ。あ、まあでも、ちょっとあれかな。結構ドライですね。なんかドライだ。あんまり甘くないっていうか、まあ甘くないっていうのもおかしいけど、実際、普通のハイボール作ると多分、こんなにドライにはなんない。もうちょっと甘くなるんですよね。若干。結構これは、ドライ。値段が確か180円ぐらいだった気がするんですけど。日華ウイスキーの公式の、ああ、あれがあるのか。ツイッターの公式があります。フォローしとこう。へえ。なんかね、ツイッターのとこに、ブラックニッカクリアで、みかん、
オレンジをね、漬け込んでる作り方とかありますね。で、なんかいろいろ載ってますけどね。まあ、ブラックニカクリアがかなり一番、まあ、ニカウイスキーの中で一番売れてるっていう。あれは結局、まあ、万人受けっていうか、初心者向けのウイスキー。で、これはね、まあ、結局、これノンピートモルトだからね。ブラックニカクリアはね。だからそれが売れてるっていうのは、なんか、ね、竹鶴の、今竹鶴の、ね、創業者がね、生きてたらね、なんかね、嘆くんではないかと。2チャンネルのね、日課スレで見てますけど、それで、そういう名言がありますけど。名言かどうかは知らんけど、まあ美味しいは美味しいんだけど、正直微妙。結局こういうのってさ、缶のハイボールって結構いろいろ売られてますけど、なんかどれもこれも結構微妙なんだよ。ぶっちゃけ自分で作った方が絶対美味しいんですよ。なんか、竹鶴のその、ウイスキーのその、ハイボールにして、うまいのって。どういう意味、どういううまさがあるのって、どういう味が、その他のウイスキーのあのハイボールと違うのかっていうのが多分わかんないとは思うんですよ。まあでも確かにブラックニッカクリアは、まあ、まあまあ、まあね、入門編としてはいいんですけど、ただ入門編が全部一番売れてるっていうのはね、ちょっと悲しいですよね。まあ、言うて値段的な意味で手頃に手に入るのが、まあ、最近では売られてますけど、ハイニッカね。ハイニッカがやっぱり、もっとね、手広く売られてくれるんだったら、非常にね、売れてもおかしくはないんですけど。まあ、普通に安いしな。ハイニッカ800円か900円ぐらいで買えるから。まあ言うてもブラックニッカクリアが600円ぐらいですからね。650円ぐらいか、これ。
まあ、なんだかんだでこういうのを買うよかは、普通に自分で作って飲んだ方がな。まあ、竹鶴ピュアモルトはちょっと高いですからね。2000円するからね。今12年ないから、17年買うとなるともっと高いからね。4000円ぐらいするか。ねえ。ハイボールで飲むんだったら、竹鶴はやっぱもったいないですよね。せめて水割りで飲みたい。とは思うけど。あと、あれかな。基本的に、ニッカの、このクリア、ブラックニッカクリアか。正直、竹鶴のこのハイボールよか、個人的にサントリーの角瓶のハイボール、角瓶はね、ストレートで飲むとまずいんですけど、ハイボールにすると結構美味しいんで、これよか多分、角瓶のハイボールの方が美味しいとは思いますね。竹鶴ハイボールね。まあ。次。まあ次の動画でね、リタハイボールっていうこのね、リタハイボールっていうのを紹介しますけど。これ何なんだろう、リタハイボール。すっきりとした味わいのウイスキーにソーダとリンゴ果汁などを加えた缶入りハイボールです。はあ。アップルブランデーハイボールではないの。果汁が 0.1%。ソーダとウイスキーとリンゴか。で、この竹鶴ハイボールが、ピュアモルト、竹鶴ピュアモルトをベースにした、ウイスキーの本来の味を楽しめる缶入りハイボールです。爽やかな香りで、まろやかな味わいと飲みやすさを合わせ持つ、熟成したピュアモルトウイスキーを使用。華やかで甘い香りが、ソーダで割ることで、爽快に香り立ち、後口に、樽熟成したモルトウイスキーの豊かなコクと余韻を味わえます。そう、そうですか。個人的にあんまり美味しくないな。美味しくないっていうか、少なくとも美味しいとは言えないね、これはね。やっぱ竹鶴はストレートとかで飲むのがやっぱり一番美味しいんじゃないかな。少なくともまあ、自分で作るかね。自分で作った方が美味しいですね。うん。まあ、多分、角瓶の俺ハイボールの缶のやつは飲んだことないですけど、それに比べたらかなりまろやかだと思います。うん。多分まろやかだと思うんですけど。結構角瓶のハイボールはトゲがっていうか結構あるよね。なんかね。スパイシーで。甘みはないな。ハイボールだともっともうちょっと甘みが出るんですけど、香りも弱いですね。微妙というとこで、まあ三つ星ぐらいにしとくか。微妙っす。
3233です。ご視聴ありがとうございました。